村の祭り。この村を出ようと男の子は思った。この村はおかしい。祭りになると村人たちの気が触れる。夜明け前から祭り囃子が村に響き渡る。老若男女、犬猫牛も鶏も踊り出す。酔っ払い裸でかかして踊り出す。手を取り合って林に入る若い衆と娘。祭りの夜、山の神に胎児を奉納する。選ばれし妊婦を神社に一泊させるのだ。この神は一眼の恐ろしい怪物。母体に腕を突っ込み胎児を盗むとか。妊婦は死ぬことも死なないこともある。去年は男の子の姉が選ばれた。幸いにも姉は死ななかった。だが男の子は疑問に思っている。山の神が本当にいるかどうか。姉の表情があまり暗くないので。